ガロー、ガロ闇を照らす者は、2013年4月より、テレビ東京をはじめとして、TXN 各局他で放送された連続テレビ、特撮ドラマ。全25話。ガロー、ガロシリーズのテレビ放送としては、ガロー、ガロ魔界戦記以来1年ぶりの作品。画廊ガロ青国の魔竜で、佐江島後期場編が完結したことを受け。 主役が前作までの佐江島公牙から放浪の魔界騎士、動画流留牙に変わり、その他の登場人物たちや舞台も一新された。設定や展開は多くの謎を秘めたものとなっている。スタッフはガロシリーズの主軸である天宮圭太が本作品では原作担当のみにとどまり、歴代作品でアクション監督などを担当した天宮の名優、 横山誠が総監督を務め、新たなるガロの物語を描く。本作品では、魔界騎士の鎧やほぼすべてのホラーが、モーションキャプチャーによる 3DCG で描かれており、過去のシリーズのようなスーツによる総演はアクションをあまり必要としない場面のみとなっている。また、ホラー人間体の共通した特徴の演出や、犯罪劇など、 過去のシリーズでは用いられなかった演出も取り入れられている。それらに加え、男女のベッドシーンが何回も描かれたり女性が全裸のままで格闘を行うなど、セクシャルな要素も過去のシリーズより多い。ガローガロの牙や、ガローガロ魔界戦記のシグマは、鋼牙の倒すべき相手として、なかなか正体を明かさずに伏線を散りばめていたため、本作品では、 明確にボルシティを牛耳る、悪としておくこととなった。物語は第二十四話で完結しており、そのラストではバルセティ変換という字幕が表示され、さらなる物語の続きが示唆された。その後、二千十四年十一月には、竜気場の新たなる戦いを描く続編、ガローガロからゴールドストームショーが二千十五年春より、劇場映画及びテレビシリーズとして上映。 放送されることが発表された。詳細はゴールドストーム賞の項目を参照。本作品はあくまでも横山と文芸部チームが中心となって創作しており、前作までとは基本的に世界観はつながっていないことを天宮が自身のブログで明言している。なお、2016年放送のガロー、ガロから魔界列伝では本作品とゴールドストーム賞の世界が 前作までの平行世界と位置づけられている。キャラクターデザインのコンセプトはスチームパンクとネイティブアメリカン。2014年公開の映画ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー対第一章には本作品の映像が用いられている。魔界騎士やホラーなど本作品独自の設定用語についてはガロガロ関連用語及びガロガロ、魔界戦記関連用語などを参照。 黄金騎士、ガロの名を受け継いだ、若き孤高の魔界騎士道外龍騎馬は、指令を受け、深い森に閉ざされた独立国家ボル式にたどり着く。ホラーの気配を感じた龍騎馬は、結婚式の式場に押し入ると、ホラーに、憑依されていた花嫁を三列者の目の前で切る。即座に警備部隊 SG1 から追われるが、安やす,やすとその場を切り抜けた龍騎馬は、野宿の最中、 夜空に浮かぶ奇妙なニュース映像を目にする。それは、龍騎馬が起こした騒ぎは事件にすらならないという、不可解な事象を示していた。ボルシティの若き魔界騎士ジャックズレモー竜や、クスノキガミアイクウリ、そして彼らを統率する少年の魔界法師フレイや、彼の弟子の女魔界法師リー教と共に、竜気馬は、輝きの失われた、ガローの鎧、通常のホラーとは一線を隠す魔ホラーの、 存在などの様々な謎の中、使命に身を投じていく。やがて、竜気馬たちは魔導ホラーを操る黒幕の意外な正体とその恐るべき企み、さらには彼らと黒幕の間にある因縁について知る。さらには、黒幕のさらなる野望が不測の事態を招き、ボルシティ全体が破滅の危機にさらされる。竜気馬たちはボルシティを崩壊から救うため、決死の戦いを挑む。 SG1 ガロシリーズでは初めて無料 BS 局での放送が実施され、全国での無料視聴が可能となった。ありがとうございます。